助けをどこに持ってくるの。自慢話を聞きに来たんじゃない。あなたは私をどうしたいの。時間なくてバッタじゃないんだし、響かない言葉並べないで。惨めなとこを見せないで、このまま返してもいいの。隠してるわけじゃなくて。